メデゥイニの紋章、メデゥイニは、ロシア連邦のカルーガ州北部にある都市。岡川水系に属するメデゥイニが川沿いに立つ。州都カルーガの北西 60km に位置する。人口は7940人。メデゥイニの名が記録に初出するのは1386年のことで、この年にメデゥインスコエの村は、スモレンスク公国からモスクワ大公国に譲渡された。 地名の由来は、バルト語派の言語で豊かな森を表すと見られるが、ロシア語で蜂蜜を意味する、苗土に由来するという説もあり、死の紋章は蜜チをあしらっている。1776年には、メドゥインスコへ村は、死の地位を与えられ、メドゥインスク市となり、合わせて、軍の行政中心地となった。ナポレオンのロシア侵入では、この町の近くで1812年10月13日に、 戦闘が起こっている。前日の10月12日に、東のマロヤロスラ別でマロヤロスラ別の戦いが起こり、モスクワから退却中のフランス帝国の大陸軍は、ロシア軍に対して大きな被害を出しつつ侵傷した。しかし、翌日、大陸軍の残存する主力であった第五軍団の前衛がメディニで小作機兵による襲撃を受けた。これは、大陸軍にとって、 消土化したスモレンスク経由の道へ向かわざるを得なくなる、ダメ押しとなった。第二次世界大戦の独ソ戦では、モスクワの戦いの際に戦場となっている。1941年10月11日に、ドイツ国防軍により占領されたが、モスクワ付近から前線を西へ押し返しるジェフブヤ島、攻勢を続ける、赤軍西部戦線の反抗により1942年1月14日に、 解放された。メディ西には、家具工場、繊維工場、食品工場などが立地している。最寄りの駅は、ブヤジマカルーガウズロバヤ・ラジスク間の鉄道にある、ミャトレボ駅で、15キロ西に位置している。またモスクワ・ロスラブリを経て、ベラルーシ方面へ向かう、A101 号線が通る。ありがとうございます。